キチャンネル。ちょっ、現役ドラフトに上げた方がいい選手、セリーゲンです。さあ、ということでね、はい、さすがね、現役ドラフトに出してあげて、他でチャンスあげた方がいいんじゃないの選手をね、紹介していこうという。もう、あんまり使う気ないんでしょっていうね。まず、セリーグ、中日。加藤翔平。いや、ちょっと、もう後藤俊太とのキャラ被り争いになってるじゃん。ってなった時に、もうどっちか一軍だとどっちかファーム行ってるじゃん。だからもう思い切って、もう加藤翔平、今年33歳、後藤俊太今年31歳、まあ同年代だから、もうワンチャン出してあげても面白いんちゃうかっていうね。ポテンシャルだけはあるからね。そうですね、身体力高いですよね。そこはまあ、上げてあげてもいいのかなっていうね。ところと、ピッチャーはね、はい、石森、大勢、左、はい。ちょっとね、伸び悩みっていうね、ところもあるから、ワンチャン環境を変えてっていうね。はい、ところも俺はいいかなっていうところと、もう一人が森ヒロと、こちらもねちょっと伸び悩み感あるからね。そうですね、ピッチャー多いですからね、初日は。しかもリリーフでしょ、っていうところではなかなかね苦しい状況っていうところもあるから、この2人ね今年一軍登板も1回もしてないしね、そういった意味では、まあ、ワンチャン現役ドラフトでチャンスあげてもいいんちゃうかっていうね。あとプラスアルファで言うと高橋周平、まあ、ないと思うけど もうワンチャン環境変えてっていうね、このまま行ったらもうこんな感じで終わってまうと思うね。トライチですからね、正直ね、はい、だから、まあ、ワンチャン環境変えてあげて、細川の、ね、和田さんの出会いと同じように、はい、何かの出会いがあるかも分かんないから、そういうのも面白いかなっていう、まあないとは思うけどね、もうワンチャン面白いんちゃうかっていうねところで、ドラゴンズ。続いてはヤクルト松本直樹、おキャッチャー、いやもう使わんやん、一番手中村で、その次もう古賀でしょ25歳で、内山21歳、バランス最高やん、この3人でメインでもう多分行くやん、はい、ってなった時に松本ちょっともう4番手くらいだからチャンスが少ないよな。それだったら今年ね2軍でも2割8分6厘ホームラン4本打ってるっていうところを考えればね、ワンチャントレードでね出してあげてっていうところでも本人にとってもいいんちゃうかっていうねところと、もう一人が太田健吾、まあ、日本ハムからヤクルトに来てね、はい、まあ、9年目っていうところで、内外野複数ポジションをこなせるけども、ちょっともう内野がね竹岡長岡コンビで2人で整ってるし、まあ、宮本もいるで、まあ、山田哲人っていうところで言うと順番がもう低くなってきてて、そう考えたらワンチャン現役ドラフトでもちょっとヤクルトにいてももうちょっとなかなかっていうところもあるからね、正直面白いんちゃうかって。でピッチャーはねこちらです、高梨宏俊。今年結構投げたよ、はい、15試合登板で5先発 4.6球、はい、でもちょっと0勝3敗、ちょっともうヤクルトに出番がなさそうやね、来年とかも吉村とかもね、はい、今年みたいな感じじゃないと思うしね、で外国人もいてでドラフトでもね取ってきてるから、ちょっとチャンスがねなくなってくると思うから、まあ年齢考えてもね、じゃあ思い切ってね乗せてみるっていう、だ本人ね欲しい球団あると思うからね、そしたら出演場で投げれたら本人取ってもいいしね、俺はもうワンチャン上げてもいいんちゃうかって正直思うけどね。これがヤクルト。続いてジャイアンツ、高橋優輝。もうそんな使わんやろ、もう外国人もいて左、ね、横側とかねもういるし、井上とかもいるし、なかなかちょっとねチャンスが減ってきてるよね、はい、正直だからここで環境変えてなんかのねチェンジアップのいい感じが出てくれればっていうところもあるから、ワンチャン面白いんちゃうかっていうね、はい、ところと野手は松原聖也。でも使わんやろ。そうですね、かわいそうやろ本人、はい、正直モチベーションも減ってくるよな。でも岡田とか一軍でそっちを使ってるやん、若い方をね。でもそれだったらもう思い切って本人のためにもね、もうこれはね乗せてあげてほしい、使わないんだったら。ドラフトでも社会人上がりの外野手取ってますからね、左打ちの、これはもう乗せるべきやと思う正直。そうですよね、これこそ松原こそなんかあの買い殺し感、ね、俺の中ではあるから、はい、乗せてあげるべきやと思うね正直ね、そうじゃないとあのパリーグ編でも言ったけど言い訳になっちゃう、
誰かのせいにしてしまって、はい、野球界を去らなきゃいけなくなったら人生にとってマイナスになるから、やっぱその、ね、言い訳をなくす、ね、本人にしっかり踏ん切りをつけさせるためにもこれはね、乗せてあげた方がね、いいと思うね、人生にとってね。で、続いて若林明宏、ちょっともう門脇も出てきて使うところないやん。でもまだ輝かけると思うね、スイッチヒッターで、はい、っていうねところも考えると、これは目玉になるんちゃうな。ベンチに置いとくにもね、かなり、しかも一軍に置いといてやらないとね、はい、本人もっていうところになるから、ジャイアンツは高橋、松原、若林ね、だって最低2人だから3人出してもいいわけだからね、はい、全員出してあげてほしいよね、はい、正直使わないんだったらね。で、続いて DeNA 坂本雄也、ちょっと争いから脱落しかけてるもんだ。チャンスはあるけどね、掴みきれてないっていうところもあるけども、まあ、今中が出るけどもね、まあ、ここは現役ドラフトに乗せてあげてもいいんちゃうかっていうね。あと野手、柴田達弘、ここら辺も若干ちょっと争いに負けてきてる感じあるけど、まあ、基本ちょっと守備固めとかダイソーとかね、ピンチバッターとかたまに林君が出てきたことがちょっとでかいかもしれないですね。あと渡来もこれじゃん、ね、だずっと一軍にはいるけども、ね、なかなかっていうところもあるからね、正直まあ、そこら辺どうなるんだろうっていうね、まあ、乗らないかも分かんないけどワンチャンチャンス上げてもいいんちゃうかっていうね、そしたら人気は出るかも分かんないよね。そうですよね、うん、で続いて上里和樹、こっちも渡来君とか入ってくるとさ、うん、で外野も関根がさ、はい、一気にね、はい、ブレイクしたから使うとこないもんな。で楠本がいて、うん、梶原がいて、うん、蛯名君がいて、うん、なかなか厳しいよな。なかなかきついですねこれね。で、うん、オースティンがまだ来年いるんで、うん、で太田もいるわけでしょ、はい、ちょっと出番がさなくなってきてて、足とかのダイソーだったら別にね、神里じゃなくてももうそれこそね、森君も帰ってくるしね、部屋からね、ちょっとチャンスないからもう最後の売り時ぐらいでね、まあ名前挙げてあげてもいいんちゃうかっていうね。確かにね、うん、で続いて広島、広島は中村翔成、おお、いやもう使うとこないやろ、ちょっときついですね。キャッチャーもね、はい、もうポジションないし、外野も末金とかね、来てるし、で堂林もね、今年再ブレイク果たしてるし、ちょっとないよな。一回広島の地離れた方が俺はいいと思うね。そうですね、うん、全部捨てて初心に戻ってやろう、うん、他の地で。そうですね、うん、で、続いて高橋光也、おーね、はい、まあ、こちら7年目25歳っていうところはあるけども、まあ、2軍で12試合リリーフで、まあ、ここもねこうピッチャーがね左森黒原、ね、で今年ドラフト2位の高、ここは左が結構ねキャラかぶりしてくるっていうところで、先発ならまだしもリリーフになってくると余計に 出番なくなってくると思うんだよね正直ね。でターリーとかね左もいたしね、玉村こちらもドラフト1位だけどね、そうですね、うん、まあ、現役ドラフト乗せてあげてもいいんちゃうかっていうねところと、もう一人が戸根千秋、現役ドラフトでね巨人から広島に来たんだけども、あのちょっと違うかったね広島では。でもまだいけると思うんだよ俺は。そうですよね、うん、左のリリーフ、はい、足りないところ、はい、だそういったところでは、まあ、まだワンチャンね、うん、トレ的にはいけると思うから、はい、使わないんだったら別にいいからね、何回現役ドラフト乗せてあげてもね、はい、別にそれは本人がね活躍できるところを探せばいいだけだから、はい、取ったばっかりやのにとかもそんなんいらないと思うね。使わないんだったら取ったばっかりでもすぐ出す、はい、ね、その方が本人のためにもいいからね。一番最悪なのはいろんな、いや取ったばっかりやから待って何か言われてもありやからな、使わんけど置いとこ、これ一番最悪だから、ね、うん、続いて阪神、藤田健人キャッチャ これ俺があのフレッシュオールスター長崎見に行ってよかったんで、めっちゃ、ね、めっちゃ期待してんだけども、でもまあね梅野坂本が、まあ、一軍っていうところで坂井戸と長坂がちょっと次に控えてるっぽいやん起用法を見てたら、はい、そう考えると同年代でってなるとやっぱり浮いてくるから、そうです、ね、ここはまあ現役ドラフトに上げてもいいんちゃうかっていうね、うん、で続いてが高浜優斗、これ日本ハムから ねトレードで来たんだけども、もう森下が活躍しちゃったから、はい、で、まあ、井上とかもいるわけでしょ、はい、正直で小野寺もめっちゃいいしね、はい、前川右京もいるし、はい、もう正直使わんやろっていうか順番めっちゃ低いやろ、ないやん 出るところがないですね、全く代打とかでも全くないやん、はい、そう考えたらもう名前ね上げてあげた方がいいよね。そうですね、
で続いてが秋山匠ピッチャー、はい、もう使わないやろ先発ね。でまたルーキーも取るしな、下村も入ったしね、あで2位はシーバ君、うん、で戦力も大きく入れ替えないやん、はい、でだったらね、使わんやろ、使ったとしてももう谷間の先発いなくなった9連戦とかで1日行こうかみたいな感じになるやん。それだったら正直もうモンベスとかね、はい、若いところにチャンス与えた方がチームにとってはいいからね、はい、そういった意味でもこれはもう現役ドラフトに上げてあげた方がいいよ ね、 そうですね、他のチームに行ってワンチャン活躍できたらね、はい、それは秋山にとってもいいことだしね。そんな阪神も秋山がいなきゃ困るっていうような感じじゃ俺はないと思うんだよな、うん、っていうところがセリーグの18人プラス高橋周平で19、この中だったら目玉誰かな、ちゃんとやってくれた中村翔成とかな、あそうですね、うん、あとすぐ使えるんだったら高梨とか秋山とかね、はい、もうすぐ使えますよっていうねところはあるけどね、はい、うん、ということで、はい、次回なんとどこにドラフトされるのか、さらに妄想現役ドラフトやります。次回こう期待。